私のニャオハは手のひらサイズ、標準サイズで可愛いでしょう。俺のニャオハはビックビック。お腹の音もビックビック。ご飯の時間だね。うわーうわー、ポケモンが小さいならご飯も小さい。ゲットしたポケモンによってご飯の大きさが決まるのだ。今すぐ大きいポケモンをゲットしてこのお腹の音を止めてやる。あ、よし。おい、あ、じゃあなんだい、なんだかわいい。こんなに違うの。あ、違う違う。いや違う違う、これじゃないんよ。なんかやっぱ群れを見つけたいな。確かに。あ、群れや。あ、でもグレッグ、みんな同じだ。あ、来たね。あ、あれ。カチコールが。めちゃめちゃいっぱいいる。うわ、スネアに大きさも違う。あ、可愛い。あ、でもすごい大きいよって言ってるのかもしれない。あ、そうかもしれない。気持ちよく気もしなくて。やった。さあ、お姉さん教えてください。ゴルダック。さあ。ゴルダック。やっぱじゃあ僕本当に大きい。相当でかいよ。すごい。私が一匹で持ってきたのはこの子、パモン。あなたのパモンはとっても小さいわね。小さなアイドル。小さなアイドル。ちょっと見してや。パモンちっちゃいからほんと。え、ちっさ。出た。どこにいる？やば、僕の番です。見てください。あ、そう、ちょっと大きいんじゃない？これハラバリーの中でも。逆に私ちっちゃい気がしたけど。え、マジ？すべてを握るのはこのお姉さんです。ハラバリーはそうね、ザ標準平均的なサイズでオーソドックスなミルクがある綿のことで平均でした。ハラバリー。せーの、はい。あー、すげえ。やば。いやもうでもいいじゃん、めっちゃ美味しい。まあまあ美味しそうだけど、でもこれでお腹いっぱいある。いやそうだよね、もうお腹減ってるからね。もう確かに全然お腹減ってる。ごちそうさま。いやこれすんごいハンバーグ切るのも大変だから、これうわすんごい、これうわこれすんごい。いただきます。全部食べれるかも。お、いいね。頑張れ。全然余裕じゃないでした。全部食べれるかも。すいませんでした。美味しいハンバーグはいかがかね。どのくらい？あ、まあまあまあ頑張ってるやん。まだ全然食べれるから。マジ？おー、すごいいっぱい食べてるよっよっ。え、今食べてないよ。いやいやいや、でもいける気がする。いける？でも本当あとちょっとだね。うわー、丸ごとこれで加速して最後まで食べきって、絶対に小さいを捕まえます。3時間ください。次次次次。やだ、さ、逆にさ、ちっちゃいとかさ、そうだね、めちゃめちゃ小さい人を探しました。これででかかったらもう終わるよ。あ、あれ敷地か。どうだ？そうね。ああ、とっても小さい。これ狙い通り。アイドル。アイドルじゃん。さあ、捕まえていきたいと思います。たっくん的にはさ、どういう狙いなの？なんかもうはーちゃん見ててしんどくなっちゃったから、今回も標準を狙っていきたいなと思います。はい。あ、だからレディープレディープでみんなでも同じサイズか。この子ちっちゃい気がするね。でも、ああ、この子だ。でも標準な気がする。いや、わかんない。この子が標準で、この子がちょっとでかいかも。大きいんじゃない？この子大きい気がする。大きいかな。見せていきたいと思います。また埋めればそうね。あたこーん、平均的なサイズでございました。すごい。2人いた子が小さい子だったんだ。小さい子だったんだ。すごい。おっしゃ、狙い通り。じゃあ私はさっきはちょっとあんまり食べれなかったから、ご飯いっぱい食べたいということで大きい子をね。大きい子。いや、そんなでかくないでしょ、言うて。平均とかあるからね、全然ね。待って、でかーでかーでかー。じゃあ早速聞いてみよう。一体どの大きさなのか。あー、大きいですよね。走り方かわいすぎる。かわいいよね。開発の時間です。せーの、パン。うわー、カップケーキ。これは嬉しすぎる。かわいい。なにこれ、なにこれ。嬉しい。いいな、いいな、いいな。なんなんかあれほんでフォークもいらんしね確かにやばいよこれ、これなんだこれ、すげえ。あ、それはねポケモンフォレショコラって言ってね、ケーキの上にピカチュウがいてとってもワクワクしちゃうよね。うん、だって急に反応、うん、確かにときめく子供たちも喜びそうだわお子様はもちろん大人の方にも味わっていただけるようなケーキを作りたい、そんな思いから誕生したスペシャルなケーキなんだよ。確かにピカチュウのチョコレートがシルエットになってておしゃれで大人も買いやすいよね。うん、じゃあいただきます。しようか、いただきます。いただきます。どうぞどうぞ。ダメ、許せない。ああ、食べたいな、食べたいな。じゃあいただきます。甘い、うまい、甘い、うまい。チョコレートがめっちゃ濃厚でうまい。よし、じゃあこれ見て、何これ、ケーキの上にマカロンも乗ってる。やばい、おいしい。オリジナルになっちゃうからピカチュウ、そこ行くん、ピカチュウ食べちゃう。おいしい、うまそう。嬉しい、これ一人では食べられるの。あ、違う、これを見てその気になって食べてるじゃないんよ。ピカチュウかわいい。もうこんなんも、あのがグルン TV も5周年を迎えてさ、こんなかわいいピカチュウのケーキとかもらえたら嬉しいよね。いやー、これダメです。冷た、急に足跡のチョコレートだけ食べさせて。あっ、ときちゃん、でも、もしかしたらマー君がたっくんのお家に届けてくれるかもしれない。確かに、これ宅配もできるから素晴らしい。もしさ、マー君に届けてもらったりするよ。でもたっくんがもしかしたらその時旅行に行ってるかもしれない。やばいじゃん、大変だ。安心、冷凍ケーキなんだ。冷凍ケーキなんですか。そう、遠くにいても届けられるし、ああ大丈夫かな、この日とか外出してないかなとか、この間に食べられるかなとかも心配なく、届けた受け取った側の好きなタイミングで食べれるということで。なるほど、じゃあいただいていいですか。はい。いや無理、冷凍ケーキなんで。いや関係ない関係ない。さあ、僕はね、大きいものを食べたいです。最後はもうちょっとね、夜が一番お腹すくんで、なんででっかい子を連れてきました。最後ドドンとこのグルトン、ほら大きいんじゃない。ちょっぴり大きいぐらいか。ちょっぴり、まあちょっぴり大きいでもね、俺は嬉しい。待って、平均脱却します。あなたのグルトンはそうね、あれ結構小さい。あのサイズで確かに大きく感じるけどね。逆にここで次私がアイドルの小さな子を出したら平均になるかも。確かにそうだそうだ。なるほど。はい、じゃあ私は海流補正してそうなところに行ってみて見比べられるっていうのをやろうかな。確かに、鬼氷かな。お、いいね、鬼氷。あー、いるいるいる。わー、でもいっぱいいるかも。でもでかく、俺明らかに大きさが違うもん。本当だ。すごいいっぱい来た。大きい子に触れられるか。大きい子。相当大きい気がする。さあ、どうかな。いい。ああ、さっきの子に。頑張ってもらう。でけー。でかくて丸い対決。いけ、この大きさでのしかかるんだ。のしかかる。ああ、マジすごい。ハイパーボール。お、はい、いえ、今度こそきたー。大きさを教えてもらおうかな。お願いします。あ、ちょっぴり大きくないや。ちょっぴりなんだ。いや、ちょっとね、めちゃめちゃ悩みました。もうこの子を見たらゲットしなきゃいけないと思ってしまった。なんだ、メンバーカラーも同じ。あんな、あー、浮かんじゃう浮かんじゃう。あ、出ちゃうよ。大きい気がする。ちょっと大きいかもと思ったんですけど、平均ない。いや、俺アイドルであってほしい。平均ない、アイドルお願い。そうね、ドキや。あー、きたー。これじゃあ平均だ。しかもどっしり背中のやつじゃんこれ。どっしりだ。はい、トニーです。ソニーのどっしり背中出してほしい。ああ、出してください。はい、これです。これです。これありえないぐらい大きいです。ありえないぐらいでかい。やるわ。やる。せーの。はい。イエーイ。現実逃避すな、現実逃避。無理やり現実逃避。現実逃避だ。これやばいよ。これはね、俺でも引戸さんの無理だよ。カレー大好きな。いただきます。でも私もカレー大好きだからね。米の量がえぐい。そう。お米きついねこれ。私ねどちらかというとカレーのルー1お米9割で食べるから。美味しい？美味しい。じゃあいただきます。美味しいな。美味しい。でも本当このぐらいの量がちょうどいい。いやこれだったら余裕でいけるかも。本当？本当？だから言っただろう。余裕なわけないだろう。もう飽きちゃったよ。ねえ、まだ。ねえ、なんでよ。あちゃん食べないと終われない。もうあせっかいるじゃん。ああ。バトルして待ってて。ああ、確かに。もう。そっちのバトルちゃうやん。物理バトルすな。ポケモンバトルの方。そりゃそうやろ。ポケモンバトルでも何戦でも終わるかな。これ多分もう32戦ぐらい。だいぶやらないと。私も今32戦だと思った。おかしい。すごい最高のシンクロ率。助っ人呼んできたら、呼んできて食べるよって言ったら手伝った。あ、もちろん。助っ人呼んできてちょっとこのままじゃ終われないから。助っ人って誰？シェリダーツ教えて。アレスシーン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 。お寿司食べたい。食べたくなるよね。この子たち見ると。はい、釣れてきた。ええ。助っ人1号2号。助っ人1号2号。何？俺たち今編集してたんだけど。編集してたのにさ。質問します。はいか言いたい。食べますか？いやもう見えてるんよな。まあイエスかノーっすね。はい。じゃあ一世ので言うまくん。はいかイエス？はい。お前じゃ決まりやん。ふざけんなよ。おもろいこと言うなよ。せーの。やったー。しかもそこでも分かるんだ。はいか家でって言われてるのにこいつがマジでやめよう。ふだかいや。いやオッケー。仲悪いんだから。早く食べてください。減量中なのにな。もうさ減量とかないっすから。やったー。じゃあ食べてくれるってありがとう。やったー。お願いします。いや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 。ポケルン相性じゃんけん。私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ニャンハだったので、ポゲータを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。